はい、次俺ととしけ作っていきたいと思います。トシケ今何したの？俺ですか？これちょっと水入れて沸騰させるから粗汁作ろうと思います。粗汁ね。粗汁作ったことないんで分かんないですけど、でまず俺は、まあ、アクアパッツァまたちょっと作りたいです。でこの前あのタイで作りたかったんですけどタイがなくて、この前はタラで作りました。で今回ようやくタイゲットしたんでタイでアクアパッツァを作ります。どっちだどっちだ、どっちにしよう。じゃあ見た目大事だからね、魚の切り身を。分かんない、こっちでいくわ。だから純のよ、さっき食ったやつよ、骨めっちゃ入ってるけど大丈夫これ。今もよ、俺こいつ骨だべ、無理だこれ、骨ダメだべ、絶対違う、骨ダメ、絶対警察のやつあるぞね。だから一人二枚食べられるんですよ。これ純俺トシキいいべ、これでいいの、俺結構あるよ。あ、いい。何それなってよ。いや、これさっきやほら切った時の待って、なんもないじゃんこれ。これ刺身するわ。いいべ、これ刺身で。そしたらお前俺の分なくなってこれ、この分ないで。いい、大丈夫だから、こうあっから食うと、ほぼは大丈夫です。ちょっとね、まるっきり同じだとあれだから。何で喋ったの？携帯刺してから。お客様は20歳以上ですか？違うな、怪しいやつじゃねえべよ、それ違うですよ。検索履歴出してみる？なんで言うかってさ、え、なんで履歴見せろお前に。いいでしょ、これ出すだから。タイは塩を振ってしばらく置き水気を拭き取る。ブロッコリーは小鉢に分け、ミニトマトはヘタを取り除く、ニンニクは包丁の腹で軽く潰す。まずこれに塩いきます。で、昆布で出汁を取りたいと思います。これ昆布ってどんくらい入れるものなんですか？何枚入れた今？私の水着は1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚8枚9枚じゃあ10枚にしましょう。ちょっと調べます。昆布5センチ角1枚これ言い過ぎですか？これ入れすぎですか？じゃあ何、トシキは今10分待ってる状態？待ってる状態ですね。はい、蓋閉めて。一応閉めちゃう。出てきてねえのこんなこれ。しっぽ閉ま。そうなんですよ。そうなんですよ。しっぽ。細かいとこ大事なんです。細かいとこは。高原ブロッコリー。はい。結構使うね。いや、全部使うかなって。もうちょっと。で次、ミニトマトの、ミニトマトのヘタを取ります。あ、早いね。手際いい。あれ、もう段取り始め、これはもう。段取り始め。段取り始め。さすが板前の息子ですね。包丁の腹って、潰せつもりで。包丁の腹って、ここ？ここ？ねえだろお前。いや、ネクタイかかってんだぞ、包丁の腹って。包丁の腹っていうのは、うん、ここ。あ、ここが言うの？そう、ここを言うの。この前、作った時、みじん切りかかってっけ、うん。包丁の腹で潰せつうから。こうかかってっけ。違うの？こう？そうそうそう。これ潰れんの？これで潰せんの。あ、ぶだけでもね、これな。でもプロはさ、ほんと同じ大きさらしい。お前、何したのぞお前よ。何したのお前。いや、今取ろうかなと思ったから。もうなんか取ろうかなと思ってた。
オリーブオイル。オリーブオイル入れます。で、温まったら刻んだニンニクを入れます。で、炒めます。で、ニンニクがきつね色になったら魚の切り身を皮目から入れます。皮目から、ね、いい匂いだな。最高だね。うん、ニンニクもいい香りですね。はいはい。で、ひっくり返す。もういいんだ、ひっくり返して。わかんないけどなんか上下に返すんだって、うん、上下に返す、うん、焦げないように、はあはあ、あれ分量計とかだっけ。そうだね、噛んでいいです、噛んで。ダメだっす、美味しく作りたいの俺は。これ俺すげえ大事だと思ってるから。水が140ミリ。そうだね、かがまなくていいよ。じゃあよく湧いてるじゃん。ここだよな。この太い線の下だよね。なんだべな、150。ここ150だよ。うん、それ150。100ミリ刻みだよね。そうそう。だからこのぐらいで。水を、入れます。で、白ワイン。白ワインを70ミリ入れます。70ミリね。お、すげえ、ちょうどだっけ、70ミリだっけ。すごくね。かわいいなお前。ちょうど70だよ。で、入れます、白ワイン。で、5分から6分蒸します。で、トシキは最後の仕上げ、飾り。三つ葉、三つ葉、何それ。三つ葉三つ葉って言うじゃないですか。どっち、なんて言うのこれ。三つ葉。え、まあ、三つ葉じゃん。山形では三つ葉は三つ葉。何がそれ。え、ガチで三つ葉。後ろ見ました。三つ葉って言うの。ばあちゃんとかじいちゃん言うね、三つ葉。三つ葉系。三つ葉かけてくれ。三つ葉。どういうこと。これブロッコリーのトマトってどのタイミングで入れるんだよ。あれ、俺この前だって全部入れて蒸し焼きしたからね。アサリ入れたべ、トマト入れたべ。ってことで今入れるのダメじゃない。待って、これ今変ねる。ちょっとかけずね、これ。わけわかんねえんだけど。なんか今変ねるダメだな、これ。ブロッコリー硬くなるじゃん。悩んでるだろ。いや、今入れるわ。なんかいろいろ感想きたいな。トマトもここに入れます。待って、味付けってどのタイミングなんで。ちょっと待って、わかんねえかってしたんだけど、前回全然違うから作り方よ。入れ忘れたので、今入れます。料理酒、小さじ2。これ、あら汁じゃなくて、牛尾汁らしいです。間違えてましたね。ということで、牛尾汁にします。味付けします。小さじ1杯で、あるアクアパッツァに本出しか。そうそう、俺もびっくりしたね。で、あと胡椒入れるとかわってました。胡椒はまた入れたい。で、塩が、ひとつまみ。味大丈夫？一つまみでいけんだね。これ味すぐだもんって。で、俺はもう完成だな。
はい、完成。俺は多分あと完成だな。じゃあ、トシキンも多分完成でしょ。これも完成です。じゃあ、盛り付けて一食していきましょう。はい、はい、俺が作った塩汁。あら汁ではなかったんでしょ。あら汁ではなかったですね。作ってる最中に分かった。こっちがタカちゃんが作ったアクアパッツァ。本だし。本だし。じゃあいただきます。いただきます。でも見た目はめっちゃいいよな。うまい。見た目はかなり、きれいきれい。匂いもいい。見た目はかなり、あ、匂いもいいね。見た目よし、匂いよし。いただきます。いただきます。うん、タイの味は知ったな。でもね、うん、俺が作ったって思えばいい方じゃないですか。いや、かなりいいよ。よく作ったよな。こいつこんな作ったの出てきねえの。頭うめえ。いや、頭うまい。俺頭ないんだよ。1個しかなかったんで、どれか多分ジュン君のに入ってる。めっちゃうまい頭。お前絶対あれだべ。ジュンさん高評価取らせようとしてうまいとこやったんだべ。いや、困っても自分じゃないですか。これ取る器欲しいな。これ多分タイの目ってコラーゲンいっぱいありそうじゃないですか。こうタイの目かって。エアガンの玉目でしたね。何これ。はい、はい。次は俺が作ったアクアパッツァです。2回目。俺初めて食べるかも、タカルが作った料理。いいんだ。うん、あ、こんな本格的に作った時ないよな、ジュンさん。ないし、いや、簡単なものないよ。例えば なんかこう肉を炒めて焼肉ソースかけるやつとか、うん、ないもん、お前に食べること。じゃあ待って、まず2人が、嬉しい、マジで2人がまず食ってもらえば俺楽しい。緊張するな、これ。まさかこんな日が来るとはな。うん、うまい、うまい。本当に、うん、本当にめちゃくちゃうまいっす。本当にうまい。嬉しい、嬉しい、嬉しい。なんかよ、今思った、こう頑張って作って、うん、うまいって言われると嬉しいな。いいな。いただきます。じゃあ食べるよ。うん、めちゃくちゃうまいっす。うまい、うまい。うわ、なんか純度年くらいでうまいって言われると嬉しいわ。マジで嬉しい。俺、お前の食えたことに嬉しい。俺は完食しました。あ、やっと、うん、勝った。はい、というわけで3人作って今食べ終わりました。はい、腹いっぱいだね。ほんとごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、この3人の中で、はい、どの料理が一番美味しかったか。これどうやって決める。ん、どうやって決める。指さすでや、必ず決まるじゃん。指させば自分はなしだぞ。自分はなしね。うん、絶対どっちが。だって 3人だから決まるよな。2対1になるかもしれないし、2対1が。目つぶって、目つぶったら誰が。確かにな。そうだな。一度これ3人だから、3人の中で一番美味しかったと思う人に指をさしてください。はい、せーの。はい、はい。俺はトシキ。嬉しいランク。タカールは俺で。ジュン君、あらー。いやー、美味しかったんだよね、タカールのも。何が満点ってこれっすか。うわ、俺ちょっとこれね、俺がちょっと喋らせてもらうけど、はい、タカールのも美味しかったんだけど、
正直のこれが、最初ないうんってなったんだけど慣れていくと美味しいのよこれ。癖になる。ああでも分かる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 。頭と尻尾でしょ。頭そのさ、俺らの使った残飯だけでここまで頑張ったっていうのをじゃあ評価してあげたくて、トシキに入れました。ありがとうございます。おめでとう。くそ、俺2連敗だわこれ。だから俺一つ言っていい、最後一言。いや言っていい、タイをもう一回食べたい。また来週。また来週。